球の親愛なる息子たち、娘たちよ。私はサナンダです。私はここで、再び、私の教えと言葉を、あなた方に伝えることができ、とても嬉しく思っています。周りを見渡してみてください。多くの人が、恐怖や疑問、そして不信感を抱いています。それはなぜでしょうか？あなた方の惑星で起きているすべてのことが原因です。明らかにガイアはあまりバランスが取れておらず、彼女はほんの少し怒っているようで、それを示すことにしたようです。もう一度、私たちが常に言っていることを繰り返しましょう。この地球には、光でないもののエネルギーが大量に蓄積されています。それらは地表だけでなく、地球の内部にも存在しています。これらの蓄積されたエネルギーは、すべて解放され、浄化される必要があります。そして、そうすることで、地球の人々のマインドに影響を及ぼさなくなります。あなた方は皆、ガイアとつながっています。多くの人が、瞑想をしていなかったり、地球の地面に足をつけていなければ、つながっていないと誤解をしていますが、そうではありません。なぜなら、あなた方一人一人が、この地球の一部であり、一人一人がこの地球とつながっているのです。ですから、この地球の内側からもたらされるすべてのエネルギーはあなたに届いているというわけです。光の周波数、愛の周波数でアセンションへの道を歩んでいる人は、ある種の飛来心のようなものができていて、地球の内部からやってくるネガティブなエネルギーは、あなたの体にぶつかっては戻っていき、それがあなたの体の中に広がることはありません。しかし、大多数の人は、まだこのような意識を持っていないので、これらのネガティブなエネルギーが体にぶつかって、貫通し、心の中に入っていきます。はっきり言っておきますが、このネガティブなエネルギーを供給している存在はどこにもいません。私たちはあなた方がより理解しやすいようにバブルが存在しているということができます。そしてこのバブルは地球の表面で作用しながらゆっくりと消滅していっています。もちろん、いつかは終わりますが、そのためには、まだ長い時間が必要です。ガイアがアセンションするために、彼女は、これらのバブルを持っていくことができず、そのため、地表にこのエネルギーが発生しているわけです。そのため、これらのバブルは破壊され続けているのですが、残念なことに、それが地表にいる人たちを直撃しています。多くの人がこう問いかけています。しかし、何の関係もない私たちが、自分たちが振動させていないものに襲われるのは公平なのでしょうか？その答えをお伝えします。もしあなたが、そのようなバブルに引き寄せられて、そこで生活しているとしたら、それはあなたの波動が、そのエネルギーと結びついているためです。誰もが自分の波動に従っているべき場所にいるのです。私たちはここで多くの人が自分の居場所を変えて、より生き生きとした、より啓発的な場所に身を置くように駆り立てられていると言ってきました。ある日、その場所はあなたのエネルギーを引き寄せましたが、あなたは別の道を選び、つまり光を選んだので、その場所はもはやあなたに適合せず、もはやあなたに作用せず、それがあなたを悩ませているということです。ですから、あなたはハイヤーセルフに導かれて、場所を変え、自分の波動に適合した新しい場所に行くことになるのです。
しかし、誰も間違った場所にいるわけではありません。その場所にいる人は、何らかの選択をしたために、そうせざるを得なかったから、そこにいるのです。ですから、誰も不当な扱いを受けているわけではありませんし、罰を与えられているわけでもありません。すべては、ただ、選択の結果です。多くの人はいつか自分や家族に危害が及ぶと分かっていながら、危険な場所に身を置くことを選び、そのことに執着します。しかし、彼らは主張し続けますが、心の中に次々と思考を巡らせるので、その結果は必ず訪れます。そして、ガイアは怒っていません。激怒しているわけでもありません。今行われているのは、バイオレットライトの作用によって、これらのエネルギーが愛と光に変換されるように、そのネガティブなエネルギーを解放しているのです。ですから、これらを罰などと解釈しないでください。そして、これからもっと多くのことが起こります。人類はこの地球を変容させ、自然に手を加え、それによって多くのネガティブなエネルギーが蓄積されました。そして、それを解放する必要があるのです。私の息子たち、娘たちよ、私はここで不安を煽るようなことを言っているのではありません。もしあなたがそのように解釈するなら、それはあなたがこれから起こることに対してまだ準備ができていないからです。そして起こることはすべてあなたの選択による唯一の結果であることをまだ理解できていないからです。誰一人間違った場所にいるわけではなく、誰もが波動に引き寄せられた場所にいて、誰もが波動を変えることによって場所を変えることになり、それは確かなことです。ですから、あらゆる地理的なアクシデント、嵐、地球表面のあらゆる出来事を浄化として見てください。ネガティブなエネルギーの解放として、このエネルギーを愛と光に変容させるものとして、そのように見ていてください。そして、忘れてはいけないのは、これらは小さなエリアで起きていることではなく、そのため、エネルギーの変換は、とても大規模なもので、それが光に変換されると、この光は地球上の光をますます増やし、アセンションのプロセスを助けます。そして、これらのバブルが解放されることによって、住民にネガティブなエネルギーが発せられなくなるのです。つまり、プロセスは停止しているわけではなく、急速に進行しているということです。地球上のこれらのポイントはすべて破壊され、誰もが自分のいるべき場所にいます。ですから、疑問を持つのをやめ、父なる、母なる神に、なぜ、と叫ぶのをやめてください。父なる、母なる神には、なぜというものは存在しないからです。この地球上のすべての魂は選択をしています。そしてあなたは、それを理解していて、その選択は尊重されています。ですから、疑問を持つ人、私たちに疑問を持つ人、父なる、母なる神に疑問を持つ人は、逆の方向へと向かっていることになります。あなた方は、浄化と、あなた方が伝播させたものの結果を刈り取っているだけなのです。あなた方は多くの反応を伝播させ、今、その結果を刈り取っているのです。そして、多くの場所で起きていることは、ガイアの意識とは全く関係ありません。あなた方は地球の表面に手を加えすぎてしまい、もはや気候のバランスはありません。では、どうやってバランスを取ればいいのでしょうか？
あなた方が引き起こしたのです。もうバランスは存在しません。毎日、驚きの連続です。地球のすべての生態系は、かつて、バランスよく存在していました。しかし、人類は、そのバランスを崩してしまいました。そして今、その結果が返ってきている、それだけのことです。ガイアは誰も罰していません。父なる、母なる神も誰も罰していません。人類は今、あらゆる面で自らの選択の結果を刈り取っているのです。そのことを忘れないでください。あなた方一人一人がこれまでの道のりの中で選択したことが今一気に結果となって現れてきているのです。そして今こそ学び理解する時です。そして大きな問題があります。それはあなた方の多くは自分が間違っていること、あるいは自分が間違っていたことを受け入れず、すべての責任を他の人に押し付け続けていることです。あなたがそのように考えている限り、自分が感じたくないと言っている、それらのエネルギーに触れていることになります。光を振動させ、愛を振動させるのです。怒り、疑い、不信感は良いものを引き寄せません。まさにそのようなエネルギーに引き寄せられるのです。そしてあなたはそれを望みますか？もちろんそうではありません。ですから自分自身の歩みをよく見てください。何を選び、何を振動させているのでしょうか？その答えはあなた自身に明らかになるでしょう。そしてあなた方には二つの道があります。一つは今のまま好きなように振動してその結果に苦しむか、もう一つは道を変え、考え方やあり方を変え、自分を光に導く道を歩むかです。どちつかずの道はありません。そして、どちらの道に進むかは、あなた方一人一人の自由意志によります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。